庁職員一丸となってやはりさまざまな思いを伝えていく必要があるだろうと思います。それはやはり阪神・淡路でも同じように20年近くさまざまな形での検証が行われてますから、やはり大津市長だけではなくて近隣市町村とも手を取りながらですね、その方向は進めていかなきゃならないんじゃないか、もちろん庁としてのさまざまな検証は必要だとこう考えておりました。私たちは漁船に誇りを持ちます。私たちは町民の皆さんの気持ちで助成します。私たちは町民の皆さんの気持ちで助成します。